はいどうもマロチです。よろしくお願いします。ペナントロッテ編やっていきましょう。このロッテ編で、12球団全てが終わりですね。長かったですね。1年以上かかりましたね。よしやっていきますか。難易度待ってね、変わらずです。最初はまあ元気にデフォ設定っていうね、まあ、いつも通りな感じなんですけども、1回まあやってみたいなと思うのがね、まあ、連敗中、鈴木大地選手が4番に座ってた時のオーダーはちょっとどっかでやってみたいですね。涌井さんでいきましょう。よし、やっぱあれだよね、角中選手入るだけで全然変わってくるよね。なるほど、こんな感じか。 OK です。よし、やりますか、頑張りますか。はい、 OK OK、よし、頑張りましょう。ユニフォーム、まあね、まあ最初はこれでいくけど、多分そうね、ここら辺はよく使っていくような気はしてる。すごい好きなんだよね、この2つとも色好き。これで、あー青光り見たいけどな、最初だし普通に行くわ。これでいきます、頑張りましょう。いやー、なんやかんやで12球団目ですよ。長かったような、あっという間だったような。確か最初は日ハムから始めてると思うんだよね。覚えてないけども、俺のことだから多分日ハムからやってるとは思うんですけど、頑張りましょう。この両投手の先発が発表され、よし、先頭バッターは清田。じゃあ流し打ち持ってるし、流し打ちからいきましょうか。あ、そうだ、情熱が、いや、いっぱいあるいっぱいあるね。プレイボー、そう、情熱だよ、情熱。伊藤監督持ってんだもんね。情熱は使ったことがないんだよね。ないよね、ないはず。あったっけ、覚えてねえな。あ、なんか使ったような気もするななんかどっかで使ってる気もするな。次は5球目、投げました、打ちました、フラフラッと上がった。あれだよね、一発勝負のゲージが溜まるってやつだもんね。なんか使った記憶あるな、使った記憶あるわ。守備はレベル3スタートか。 ID 野球があるのはいいですね。第4球を投げました、変化球、よし、スタミナ S が素晴らしいですね。第6球を投げました、ストライク、いいよ。バッターは3番柳田、第3球を投げました、打ちました。あれだな、ロッテのこのユニフォームもかっこいいな。アウト、スリーアウトチェンジ。ちょ、ごめん、これからマリーンズの攻撃に入ります。ここにも ID 野球って入るんだね、全くもって使えないものなのに。俺正直このパラデス選手っていう選手に対しても全く分かんないんだけど、両打ちなんだね。オッケー素晴らしい、ナイバッチ、いいですよ。もうホームラン王だな取っちゃうな、これな。素晴らしい、ナイバッチ。セーフティーバント今レベル4なかった？なんでだろう、監督の能力かな、多分そうだろうな。またレベル2スタートってのもなんかやりづらいな。生放送の時の斉藤佑樹監督のレベル1よりはマシだけどあれよりはマシだけど、レベル2ってのも使いづらいね。やっぱレベル3、レベル3は使いやすい、なんかやりようがあるというか。情熱の使い方だな。
加点に入った。取りました。どこら辺で使うのがいいんだろうな。まあぶっちゃけあんま考えずに中盤あたりでポンって使うぐらいでちょうどいいような気もするんだよね。空振り三振。ボール球を振らせました。3回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは田村。投げた高めの球見逃し三振。けどまあ足速い選手もいるしセーフティーバントレベル4はなんか使えそうな気がする。ナイバッチ中村いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って清田。フルスイングいきましょうか。セカンドゴロに倒れています。第5球投げました。サークルチェンジ、空振り三振。バッターは2番加藤。今日の第1打席はスイングアウト。フルスイング。さあ6球目ランナースタートを切った。はまらんね、なかなかはまらんね。3回の裏これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは松田。カットよし三振。バッターは8番高谷。第3球を ID 野球いいな。 ID 野球いいよね。ボールを取る。一塁へ送る。まあ絶対ってわけじゃないけどピンチはしのぎやすいというか、まあ、イニングの頭に使えばピンチすら作らずかわせるんじゃないかなみたいな。第3球を投げました。打ちました。1、2塁歓迎。鈴木神田セカンドから1塁送球。谷繁監督中日編、まあ去年だけどさ、福岡ソフトバンク谷繁監督だっけ。 ID 野球は4回に入ります。トップバッターは角中。第1打席はセカンドフライに倒れています。カーブ空振り三振。三者連続。バッターは指名打者、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた渾身のスタート。いやこれ打順どうするかだな。ダフィー今日2度目のバッターボックス。まあ動画の最初の方に言ったけどさ、投げた打ちました。鈴木大地選手が4番座ってた時みたいなことは1回はやりたいんですよ。まあそれは置いといて、本気で勝ちに行こうと思った時に、要は俺のやりやすい形をね取っていくわけでしょう。あーっとやっべ。あ大丈夫ですね。どうするかな。第2球本田スタート。投球ボールキャッチャー二塁へ送球。よっしゃい。キャッチはアウト。盗塁。第3球打ったサード右抜けるか。いいんじゃないですか。二塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。4回まで5回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは細谷。ぶっちゃけ今ね情熱っていうものに対して持て余してる感はすげえあるよ。第3球を使いどころが分かんねえんだよな。打ちました。松田取ったサードから一塁送球。まあ使うんだったら、まあ、守ってようが攻めてようがイニングの頭最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投球これから4球目。よし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 。なんかすげえ久々にランナー出してるような気がするぜ。待て次が6球目。投げました。オッケー。ああよく戻ってきた。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投球これから4球目。見逃しの三振、なかなか打てませんね、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のジェンセン。低めの球見逃し三振。そういえば涌井選手がロッテっていうことがなんかすげえしっくりくるようになったよね。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番松田。投げました。打った。危ない。中村ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあこの動画がアップされる頃にはさ、今日はセカンドゴロと三振。今更って話題になるかもしれないんだけど、待てはまるね。投げました。流し打ち。どうだ。打ちか。ネバッチ送りましょう。確かバント持ちだよね加藤翔平選手。バッターは2番加藤。ここまで2打席連続三振。バントしました。キョ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 ケイ。もうシンプルに一発勝負。角中さんだったら何とかしてくれるんじゃないでしょうか。さあここ
で勝負に出ました。行ってこい。第5球投げました。打ちました。飛んだ。あら。アウト。角中いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。マリンなおもチャンスが続いています。よし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 、はい、バッチ1点入りました。2対0。いいですよ。右のバッターボックスは5番ダフィー。これが3度目のバッターボックス。フルスイングいきましょうか。いきましょうか。第4球を投げた。おい、いいよ。ストレートのフォア。チャンス B ですから。流し打ち持ってるな。得意なことやらせよう。第5球投げた。おおおお。これで満塁です。バッターは7番鈴木。今日はセカンドライナー。何行くかな。別に集中します。センター返し。第3球を投げた。くっそ。またボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。追加で欲しかったな。追加で欲しかったな。ていうか向こうが一発勝負使わなかったことはさ、情熱使いましょう。いやあ、でね、あの鳥谷選手、あの吉川選手のデッドボールの話さ、いやあれさ、ちょっと大丈夫、ちょっとすごかったね。あれは苦手な人はちょっと直視できないようなレベルだよね。取りました。これで3アウト。ヤフオクドーム。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは田村。今日は三振とセカンドライナー。待て。次は6球目投げました。見逃し三振。バッターは9番中村。理想は投げました。打った。内野ゴロ。こっちの攻撃の時に一発勝負を使わせたい。ランナーありません。チャンスを作らないとだよね。第4球はよし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 。レフト前ヒット。クリーンヒットです。清田いいバッティングを見せました。バッターは2番加藤。なんかセーフティーバントもいけそうな気もしてくるんだけどな。あー引っ張りになっちゃった。投げました。打った。レフトへのフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。今持ってる武器が ID 野球と一発勝負でしょ。7回の表が終わって2対0マリーンズ。スコアボードに0が入り、7回の裏ホークスラッキーセブンの攻撃。トップバッターは本田。今日は三振とフォアボール。打ちました。ショートの右。今一発勝負で被っても勝てないから、もうこっちは向こうが一発勝負使うだろうって場面でも使わないから。打ちました。いい当たり。よし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 。これで2アウト。ランナーありません。バッターは4番内川。今日は三振とサードゴロ。投げました。まあ ID 野球は9回か。このままいけばここまできっちり1アンチェー。いや伊藤監督武器多いな。なんかいろいろやることあるわ。和田降板。マリーンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番角中。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。飯田ボールを取る。ピッチャーから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。投球これから4球目。見逃し三振。右バッターボックスにはダフィー。これが4度目のバッターボックス。待て、はまんねえな。はまったらでかいもんチョイスしとこうか。第3球を投げた。打った。三遊間のゴロ。松田掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズクリーンナップを三者凡退で抑えられる。いやまあヒット1本しか打たれてないからね、和久井さんね。これからフォークス。マスタミのお化けだからね、そこはどうにもなるんだけど。ジェンセン今日はピッチャーフライト三振。打ちました。ダフィーバックしていった。余裕があります。取りました。いやーっていうかあれだな、一発勝負向こう溜まってるのが嫌すぎるな。三振とショートゴロ。投げた。打った。左中間へのフライですが掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番松田。今日は三振とショートゴロ。多分引っ張りかフルスイング来ると思うんですよ。第6球はよし。ここまできっちりやられたぜ。ピッチングが続いています。
いよいよ最終回を迎えました。ちょっと待ってよ、なんとかチャンス作って、ちょごめん、もう一回メンバーの確認していい？あ、井上くん出てないの。あ、そっかそっかそっか。岡田選手とかにね、なんかセーフティーバントとかすげえ良さそうじゃない？なんでかレベル高いしさ。よし、第6球を投げた、見逃しの三振。いやー、チャンス作んないとさ、なんとか作りたいんだよな。頑張れ。第4球を、よし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 。投げた、打ちました。一二塁間への当たり。いいだ、取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、打ちました。とりあえず ID 野球使って。掴んでこれでスリーアウトになります。マリーン結局この回三人で攻撃。考えろよ。九回の表が終わって。何が一番嫌です。でランナー出すことが一番嫌だから。ランナーさえ出なければホームラン打たれても、まずアイディアでしょ。さあここで何かを仕掛けてくるようです。ツーアウトの状態を作ろう、ランナーなしで。さあ試合の行方を左右する場面、いってこい。勝負に出ます。まずはワンアウト。投げました、見逃し三振。もう絶対打たれっから、向こうの一発勝負なんて。今日は三振とセンターフライ。投げました、打った、一二塁間のゴロ。これでソロ浴びても1点差だべ。ただね、浴びないけどね。中村マリーンズ、ここはさあ試合の行方を左右する場面。頼む頼む、打ってきた、宇宙間のフライ。よし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 、あとは抑える。あ、ID 野球中集中できないのか。ボール球投げました、低めのボール引っ掛けた、ダフィーボールを掴んだ。オッケー、終了です。マリーン今シーズンは順調に白星スタートです。白星スタートです。涌井さんヒット2本かい。結局被安打2。いや攻撃面ですね。本当に今日は大活躍でした。まあ比べるのもなんか違うかもだけど、やっぱヤクルトを使った後っていうのはやっぱあれですね、迫力に欠けるところはありますね。ヤフオクドームよりお伝えしました。ていうかあれだね、俺めったに完封完投がないけど、スタミナ S ってすげえね、本当に余裕あるわ。もうあと1イニングいけるかなとかっての一切考えずいけたですね。いやー、まあよかった、なんとかなんとかなりましたね。打順ね、いろいろいじりたいっちゃいじりたいですね。まああれですね、ハイライトは短いよねお互いほぼほぼ打ってないからね。ただあれですね、伊藤監督は監督プレーでやる上ではすげえ楽しいですね。やることがいっぱいあるというか、監督としての特殊能力持ちっていうのかな。最近ね、特殊能力ない監督が続いてたような気がするし。はーい、来日初打席本塁打になるのか。そっかそっかそっか。とりあえずやりました、無事に勝利。打順ね、まあ打順もそうだけど選手ね、いろいろ見たいですよね。あとあれですね、千早くん連れてきたいですね。新人王とか取らせてあげたいかな。
あとさ、そう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 、俺的にはね、西野選手先発より抑えで使いたいんだよね。もしここで千早くんとかが先発ローテでしっかりやってくれれば、西野くんもうくんって年でもないんだっけ26か、西野選手を、抑えで増田選手をリリーフに持ってこれれば、結構ねこういい感じに仕上がるのかなと思ってはいるんですけども、まあやってってだな、やっていく中でですね、まあいろいろやっていきましょう。よし、終わりますか。まあまたなんかこうね、あれですね、まあヤクルト編で言えば、まあ現実でも投げてはいるけどさ、星くんとかそういう感じでなんかこう活躍するルーキー見つけれればいいかなと。よし、とりあえず、終わりましょうか。また明日頑張っていきます。終わります。バイバイ。